そうですね、まあ、まずドリフトで初めて、まあ、やりたいっていう方はコースだとね、まあ、特に尾翼なんかはあの壁が近かったりランオフエリアが砂利だったりっていうのがあって結構危ない感じがあるので、まあ、できればあのどっかジムカーナー場だったりだとかその広場を借りれるんであれば借りて、まあ、パイロンを始め5個ぐらいあれば結構いろんなことができると思います。一番初めにまずやってほしいのは低上縁ですね。で低上縁はあの、まあ、ちょっと僕もツイッターの方であのちょっと日産車じゃなくてアメ車の方の車であのちょっとデモを見せたことあるんですけど、まあ、基本的にドリフトってクラッチをこう蹴ったりとかしてパワーのある車だったら蹴らなくてもあのお尻で振って蹴るんですけどパワーない車はやっぱクラッチ蹴らないといけないんで蹴った時にその車がこうパンってこうリアが動くことがあるんですよね。だからとにかく低上縁でまずやるのは一速入れてアクセルハーフスロットルぐらいでまあこっからパーンってつないでそうするとくるって回るん で、まあその時はハンドル一番目いっぱい、まあ、回りたい方向に切っとくでパーンってつない でそしたら車がグッて回るんでそしたらカウンターをこう目いっぱい当てるでそこでアクセルを戻しちゃうとあのグリップしちゃってそこであの終わってしまうんですよね低上縁が。だから逆に言うとそのハンドル目いっぱい切っといて曲がりたい方向に切っといてでクラッあのアクセルハーフスロットルでパンってつなぐとうんって回るん でそうしたらそのままこうアクセルをこうリアのこうトラクションと相談しながらカウンターを当ててこううーんってやると綺麗に円が描けるのでそれをまずできるようになると一番なんかあんまりハンドルを持ってるのにあの手の力を入れてないように感じたんですけど、うん、あれどうなんですか。まあ、どっちかというと、まあ、僕もあの結構四輪上がりなんであのハンドルを丁寧に丁寧にこう切ってあの走るタイプなんですけどドリフトの場合はやっぱりそのバンって角度つけた時にこう丁寧にやってたらもう間に合わないんで、まあ、僕もまだちょっとあのうまくできるわけじゃないんですけどバンってこう蹴って入った時にもう完全にでも逆半をもう目いっぱいバンってこう流しちゃいます。でスルスルスルっていって目いっぱい切った時にグッて止めて今自分がどの辺のハンドルでいるかっていうのを分かっておくのが一番大事なんですよね。だからそれを逆に次分かってもらうために低上縁から8の字をやるんですよね。8の字をやるときはまあ、ちょうどこうさっきみたいにワンってこう、スピンターンするみたいにケツを振りながら一回向き変えてで向き変えながらこう逆半切って向き変えながらサスペンションを潰してそこからもう一発こう逆半を切るような感じハンドルを切るような感じにして飛ばすんですよね。でそれが、まあ、クラッチ切って飛ばすのもいいんですけど僕の場合はもう四輪であのどっちかというと自分がサスペンションを潰して車の向きを変えたい時っていうのがあるんでこう潰しながら飛ばすっていう練習であのクラッチはなるべくもう蹴らないようにしてます僕の場合は。で荷重移動で向きを変えてでそこからまたあの荷重移動向きを変えてっていうので8の字を描くようにします。でそれが自由自在にそのパイロンの近いところまあだから5本あるんですけどその、まあ、5本じゃなくても4本でいいのか4本でこう中心にあったあの点を2個をどん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 広くしてでどん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 ワイドにしていく8の字をで8の字のワイドがだん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 こう描けるようになったらコースに行くと自分が何かあった時に対処ができるっていうのがあるのでそこはちょっとねまあまずはその8の字までできるようになるっていうことが大事だと思います。ではスタートは、まあ安全な、うん広場で、低上縁から始めてそうですね次のステップは8の字とそうですね。で低上縁も初めは1本のパイロンでくる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 あのパイロンの周りを回るのがいいと思うんですけどそれがまあ5本って言ったのは5本にするとどん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 ワイドにできるんでその中心円をワイドにしてそのワイドにした時にあの綺麗にその大きい円を今度描けるようになることが大事なんでその大きい円が描けるようになったら次8の字に行くのが一番ベストですね、はい、
ではまずは、広いところで、練習を積んで8の字までできるようになったら、まあ、自分の、思ってる方向に車を向けるように、はい、なることができると。そうですね、そこからまあコースに出て、はい、徐々にスピードを上げながら、チャレンジしていくっていうような感じですね。そうですね、だから徐々にそこから入っていくことによって車、今車がこういう姿勢だったらこういう動きするな、今これぐらいのカウンター当てたら、まあ、これぐらいで止まるなっていうのを意識しながら走っていただけると、コース行った時に自分が振りすぎた、ちょっとカウンター遅れたっていうのが対処ができるんで、そこまで、まあ、逆に言うと、まあ、コース出るなってわけじゃないんですけど、まあ、コースに出るまでにある程度その定常円8の字が描けるっていうのがベストかなって感じですね、安全にやるためには。はい、まずはでは広場でのジムカーナ上的なところでスキルを上げていくということですね。はい、逆に言うと、絶対変な駐車場とか、はい、違法なところでやるのは絶対 NG なんで、そうですね、はい、それだけはどっかで借りて、どっか広場を借りるとか、そのドリフトが OK な場所でやっていただくってことが一番大事なので、まあ、僕ももしね、できればそういうのをね、レッスンできるような環境が整えば、まあ、そこもやっていきたいなっていうのはありますね。はい、はい、まあ、そういった機会がね、我々としても設けることができればと思ってますので、はい、はい、まずはですね、スタートのところですね、うん、ドリフトの始め方っていうところで説明いただきました、はい、で、まあ、ちょっとここは広場ですね、うん、定常円とかができる場所がないんですけど、はい、はい、この後ちょっとまあ、いわゆる、コースに出た時に、うん、どのような動きをしたら、うん、どういう風になるから、こうしてくださいっていうのをちょっと実際の動きを交えながら説明していただこうと思います。はい、はい、じゃあ行きますか。はい、はい、まあ、ドリフトやったことない方ですね、向けの説明ですね。はい、まあ、基本的に、まあ、こういうコース来た時に初めにやっぱ向き変えてっていうのはできないんで、まあ、この辺ぐらいからハンドル切ってアクセル踏みながら簡単にこうコリアを流すっていうのが、まあ、始めできればいいかなって感じですね。最初はアクセルコントロールですかね。そうですね、アクセルを踏み込む。そうですね、それができるかどうかっていうのは結構大事になってくるので、はい、まあ、スライドした時にちゃんとカウンターが当たってるかどうかっていうのが結構大事ですね。で、まあ、この辺も、まあ、1回シフトダウンからクラッチを蹴りながら、はい、クラッチを蹴って回す。 そしてカウンター、こういう感じの、はい、まあ、基礎練習ですよね。初めに、まあ、回転上げてリアを滑らすっていう、そういう練習が大事ですね。まあ、こことかも、ここはアクセルでいけます。まあ、滑らすっていう練習だけでも全然アクセルでコントロールですね。アクセルでコントロールですね、はい、もう完全にアクセルだけでコントロール。で、ここに来た時に1コーナー来た時に、まあ、ここでクラッチ蹴って、こういう感じでクラッチ蹴るとパンってこうケツがうって流れるんで、そういう練習で、まあ、わざとリアを流すっていう、ね、いわゆるきっかけですね。きっかけですね、はい、それができれば全然、まあ、第一段階ですね。これでまず楽しむって感じですよね。慣れてない場合のサイドブレーキってどうなんですか？サイドできっかけを作るっていうのは、それはやってもいいんですけど、タイヤをすぐダメにしちゃう可能性があるんです。なるほど、はい、だから、まあ、まあ、例えばこういうこっちの次のコースで行って、まあ、これぐらいのスピードで入って、こういうのもありです、こういうのもありです、逆に言うと。ああ、なるほど、はい、だんだんこのアクセルコントロールが慣れてきたら、サイドでキュッてやるのも大事です。例えばこう1コーナー入った時に、そうですね、ちょっと今2速だったんであれですけど、
サイドだけでもまずいいです、うん、まあ、僕はあんまりサイドを使ってやったことがないんで微妙に慣れてないんですけど、もう初めからなんていうんですかね、荷重移動でやっちゃってるんで、基本的にはサイドブレーキできっかけを作るっていうのもありですね。まあ、僕はあまり得意じゃないです。タイヤすぐフラットスポットできちゃうんで。ああ、もったいないですよね、それも。はい、じゃあ基本的にはアクセルと、はい、クラッチ。クラッチですね。まあ、あとはパワーがなかったらクラッチを揉むって感じですね。まあ、だんだん振ってきてこう流すっていうのをできます。まあ、これちょっと今編んだんですけど。で、だんだんこう慣れてきたらスピード乗せながら、まずシフトダウンして、アンダーを出さない練習。お尻だけこう流す。まあ、それだけがこうだんだん慣れてきたら次はちょっと荷重移動ですよね。で、まあちょっとね、そこまで一気に行くのは多分難しいとは思うんですけど、例えばまあ尾翼で言ったら1コーナー結構危険なんで、まあこの中のヘアピン、ここのパワーがない場合はちょっとクラッチを蹴りながらこういう感じで荷重移動させる、振って入るっていう感じですね。リアをこう振ることが大事なんで、きっかけ作りでケツを流すのはできるんですけど、きっかけをこう作って荷重サスペンション潰して、そこからこうバンってこう向けるのってすごい難しいんで、まあ、それができてくるとだんだん上級編に行く感じですね。本当この辺とかがね、ここでハンドル切りながら、まあこれだけでもね十分楽しいんですけどね。うん、そうですね。これだけでも素人の人は本当にそれができるだけでも楽しいと思います。楽しいですね。だから振って入ろうとすると結構難しい。回っちゃいますよね。そうなんですよ。だいたい慣れてこないと。結構あ滑ったってなってビビっちゃうことがあるんで、まあこういうところとかでもねちょっと曲がってる、ちょっと今失敗しちゃいましたけど、アンダー出ちゃった。今のはアンダー出した感じですね。今の失敗のやつだから、逆にそこで振って中途半端に振って入っちゃうと今みたいにアンダー出ちゃうことがあるんで、しっかりお尻をこう潰してリアでこう回転させて、リアにこう荷重乗せながら向きを変えるっていうのが結構大事ですね。なかなかね、初めは怖くてできないんで。そうですね、勢いもやっぱりゆっくりめで、うん、そうですね、1コーナーもゆっくりめ で、ね、でそのまま滑らせてカウンター出ていくと。今3速なんでちょっと滑んなかったですけど、はい、でこう慣れてきたらこういうところで、こういうところでお尻流しながら、こういうちっちゃいところでもいいです。今みたいにちっちゃいところでもわっわってこう荷重で振って入るような感じのことがだんだん分かってくると、あ荷重移動こうだな。だから尾翼だとまあ3つぐらいは練習できて、最終的に1コーナーはもう上級編ですね。そうですね、ハイスピードで振り返していくって感じですね、はい、そうですね。ここもここも慣れてきたらもうこうやってアクセル踏みながらで、お尻振って飛ばす、戻っちゃいましたけど、今は角度つけすぎるとああいう風になっちゃうんですけど、まあだんだん大きく振れるようになってきたら今の1コーナーもいけるようになります。面白いですよね。面白いですね。だからとにかく自分の車が今どういうところでどういう荷重になってるかっていうのをやっぱり意識しなきゃいけないんだけど、素人の人はなかなかそこまでできないと思うんで、まずは滑らすところっていうのを
やっていただけるといいと思います。滑って、それを元に戻していく。カウンター開けて滑、ね、当てて滑らせながら元に戻すと。でカウンターをしっかりと当てられるように、はい、でカウンター当てた時にしっかりアクセルを踏めるってことが大事です。はい。ですね。荷重をしっかり当てといて。でもね、この車難しいですよね。パワーがね、やっぱりちょっともうちょっとあればグッといく感じですね。そこ踏めばですね、踏みたいんですけど、多分ちょっとね、やっぱまだ前が重すぎて、あ、前がこう支点になっていっちゃってるんで、ちょっとスピンモードになっちゃうんですよね、どうしても。ちょっともう一回行ってみますね。でも回らないと。これでも回らない、はい、止める感じです。でもね、なかなか難しいですよ。この車はね、ほんとシビアです。多分シルビアだったら多分あそこで踏んでちょうどいい感じでバーッていけるんですけどね。まあ、パワーとか重量とかそういったところですね。そうですね。ちょっと成功例をやっとかないとやばいですね。よいしょ。振って、よいしょ。あ、やばい。タイヤがいっちゃいましたね。つなげるとやっぱりタイヤが。タイヤいっちゃうんですよ。はい。いや、今のバッチリいきましたね。そうですね。今はいい感じでしたね。はい、まあ、若干ちょっと1コーナーだいぶごまかしましたけど。まあこんな感じですね。面白いですよね、でもね。面白いですね、だからまあ最終的にはそこまでできるようになるんで、うん、焦らず徐々にこう初めを滑らすっていう、少しずつして少しずつ上がっていくっていうことが大事です。まあアクセルワーク、クラッチワーク、そしてハンドル、そうですね、ですね。まあどれも大事なんでしょうけど、一番重要っていったらどれになりますか。一番重要なのはやっぱりハンドルの操作とアクセルワークです、ね、あ、そこの2つですね。でクラッチ蹴ったりとかそういうのはもう本当ドリフトの技なんで、別にそれを、はい、覚えるのも大事なんですよね。ドリフト競技とか出るとか本当楽しもうと思ったらそれもやった方がいいと思いますね。じゃあまずは楽しむんだったらそこからですね。そこからです。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、今日はですね、僕がドリフトの練習に来ている、YouTube 映像を撮らせていただいたんですけども、まあ、本当に最近ちょっとね、ドリ車がどんどん高くなってきているので、なかなか気軽にっていうのは言いづらいと思うんですけど、ただね、持ってる人はやっぱり車を楽しんだ方がいいと思うので、まあ、持って飾るよりかはしっかりね、走って楽しんで、でまたこうやってドリフトの方もね、皆さんね、気軽にやっていただけたらなというふうに思います。で、まあ、僕もね、GT の方のね練習にも今日はなったんで、すごく良かったです。
またぜひね、僕の YouTube チャンネル、いいねたくさんお願いします。登録お願いします。ちょっと早速車の方行ってみましょう。今コックピットはこんな感じです。排気管を1本にすることによって温かい音になるんで